ちゃんで。絡まれてるけど。QR コードが載っておりますので、ありがとう。こちらからお時間のある際にアンケートのご回答を。総合テンションで喋ってる。理解してて、それが急に聞いてたから。そうめっちゃバスってるおばちゃん。いつもこんな真ん中でやってないもんな。はい、ちょっと右に来るわ。ごめん。右もちょっと迷ってた。ひっくり返ってました、ね。なんか反り返ってました。すいません。めっちゃ喋るな。すいません。え、これ？うん、今の反省。だから。あんなに早く短い時間にいろんなこと言われた、うん、そうそうそう障害時間も持たれてあんなに喋られへん水泳競技終わった後もあの距離で声が出たの水泳競技でわーってあまねが自分の方に来たって思ってたじゃないですか。あれこう餌落としてたのでこの距離で投げた餌がなんかねちょっとなんか目の感じのこっちが悪いここは上に上げるとか、ペンギンのカッターライトあったよな。っていうか、あとここにあるんですよ、ライト。はい、こんな。怖っ。怖っ。あ、ハムスター。ハムスターやったら何ハムスターって。ねえねえ、あれやったよ、ハムスター。何をハムスター見せてあげなよ。ああ、ほらほらお上手なこれ。コロコロって、これ何だよ、帰りたいから入ってるんで、ちょっとそれもある。おっと遊び帰る時間だよね、今ちょっとあるから。ああ、いい顔してるな。すごい、頭のとこふわふわだ。触ったら噛むんかな。怒りそうですね。だよ。触んな。はい、お待たせしました。お願いします。お会いしたい。久しぶりじゃない。ねえ、寄ってきて噛む、噛んでお尻を中に入れるんやもんな。そうです噛むのがなくなったらいいのにな。確かに強い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 、あー強い強い、あー強い強い、
うん、メソンの匂いがすごい。はいはい、もうちょいもうちょい、ここ開けて、はい、はい、引っかかってこれですか。はい、お願いします。えらいじゃん、うん、急に来るぞ、どういうの。うん、なんか言ってる。偉いじゃん。なんか喉がうーって言ってますね。ひげに効いてる。あ、ペロペロしてる。ペロペロしてる。食べてる気持ち。あ、いい。軍手にヒット。はーい、はい、はーい、終わり終わりだよ、ちゅんちゃん。これ素手で触っても噛むかな。いや、絶対噛むと思います。お尻触ってない。うい後ろにも目あるからな。恐ろしいな、見てるぞ。早いな。こっちに来なかったですもん。もうずっとこう後ろを気にしてました。すごいじゃん。クレーンもらいます。はい、反射神経いいんじゃない。あんなおちょこやれてんだ、おじさんが。なんかもうちょっと太りたいな。でもちょっとずつと着々と着々とちょこちょこ増えてきてるよ。そうな、もう今日7キロ行こうや。書いてたわ。77キロやもんな。なあ、8まで行ったら高かったのか。そして2階のもう200にしようかな。冬じゃないんだ。真面目な顔してどう思ってんやろな。なんかキャッキャキャッキャせえへんねんな。キャッキャキャッキャせえへんけど、動きはキャッキャキャッキャしてて。なんか楽しいんか楽しくないんかよく分かる。猿とかのひっつき方もなんか分かる、うん、本当にゴキブリがひっついてるみたいなひっつき方をする。分かる分かる。もっとよか、ゴキブリの普通は足たらんてなんのに、ピチってピチって、雲みたいなのにくっつぶいて、吸盤がスパイダーマンみたいにしてる。あ、このお部屋入りたいわ。このお部屋はね、何このお部屋なんだよ。なんでみんな入りたがるんやろ、その部屋。今日はあんまり怖いとは思ってなさそう。怖いとはあんまり思ってないけど、怖いと泣きよ。おもちゃとか見せると絶対泣く。あーって上手やん。な、はい。ああ。なんでも鼻つけてんのになんで泣くんやろな、わざわざ。ずれて泣くな。見たときにびっくりして泣くっていうわけじゃない。そうやろ、面白いのやわ。鼻つけて確認してから泣くってどういう意味だよ。時ではね。な、もうちょっと待って。動いてハラヘラしてくれ。お友達連れてくる。はるかちゃん誰やろ。ひなた兄ちゃん。ひなたやったらひなた何もせんかもな、この子には。ひなたが白い向いてるだけやろ。この子に怒られてる。あれ何なんやろマジで。そう、それ触った後にボール触った後に、あー、ずれるの、うん、ずれるな、この子。この子なの、この子個性がな。知らん、他の子性知らん、赤ちゃん知らん。反応が遅いんちゃう。反応が遅くはないやろ。で、びっくりするのはみんな一緒や。見た時にびっくりして、その後だから見た時は何も元やねん。触ってみて、ふにゃん。うわ、そんなことない。うわ。これ好きじゃない、ゴミ箱も好きじゃない。
触ってからなんで泣くんやろって。触ってみたらやっぱり好きじゃなかった。なんか買ったぞみたいな言ってるんかな。一応威嚇してんのかな。ああ強いよ私に。ああ、言っとかなあかん相手やっていう判断を、あの触ってかん、あれなんやろな。そうやろな。こういう乗るものは別に言わへんやん。乗るものか嫌なものかの差がちょっと分かんない。嫌じゃないんだよ、嫌なんだよ。ふやふやしてる。はいはい。何時になるかちょっと分からんけど。変わった子やな。